どうもタビアンです。キングオブキングスリメイク版ロードブリティッシュターン20、続きやっていきたいと思います。しかも私のターンが終わったところですね。レッド、イエロー、グリーンと戦っております。四つどもえ2600か資金。ターン20のね、最大部隊数気になるので、ちょっと敵の部隊数数えたいと思います。キング1でしょ、でこいつ2、今スケルトン作って失敗したのかな。で3、数えるの忙しいよこれ今回。リザードマン4、舞台数4ね、事前に数えろっていう話だけど。エルフ5 6、ファイター、私のジャイアントに突っ込んできた。はい、返り討ちにしてくれるわ。6 7 7ね、ファイターみんな突っ込んできた。あ、ハーピーに攻撃してきた。返り討ちだ。おお、ちょっとやられた。は、7 分からなくなってきたぞもう。喋りながらだと忙しい。8、ファイターがゴーレムに。9、あでも減ったから8。やられてからね、うん、8減っていくからややこしい。8の9ですね。でエルフがハーピーに、10、今レッドを数えております。レッドのこれは11、勝ったからね。12、ゴブリンが倒した。リザードマン呼吸して。13 14、リザードマンってすぐお腹減るんだよね。エルフが15、ハッピー飛んでおります。回復に戻って16、エルフ怒ってる。エルフ17、なんか返り討ちにあったのか。数は大体ですみません。18、おおむねの数を知りたいよね。19、大体の数ね。19、20だね。で21、リザードマン、我が軍のフェーズの時22か。敵の数も知れればいいんだけどね、そういう一覧がないから。23か、24、まあ敵が生産フェーズで大体分かるけどね。25、26、ジャイアント、おお倒した。27、ジャイアント、おお強い。赤の方が押してるのかな、レッドの方が。28 29、ほぼほぼ32に近いな。あということはこれで29で、これで生産フェーズで32になるぐらいですかね。30目いっぱい作るのかな。31、おー終了したっていうことは、最大部隊数いってますね。レッドはねマックスいってます。はい、次イエロー、
ヒーローも数えよう。お、ソーサラーが倒した1。なんだバルか、明治先輩のバルだ。またレベル上がるぞ。上がらない、ファイター弱すぎたか。でこれで3か。あ、スケルトンやられたから2 3。あ、ジャイアントが海に来た。よし、飛んで火にいる。あ、返り討ちにした。嬉しいから数えられない。3 でジャイアントが4。ファイターが南へ5。で、ファイターが、あ、自分のとこ戻りました。ダメージ受けてるね。あー、でもハーピーに捕まってるから、これメイジ先輩の周りが、おお、このままさあ突っ込んでくるか、うちのとこに。おっと、ハーピーが飛んでった。ほぼほぼ数えられていない。6か7。お、レッドのとこ行ってくれたの嬉しいね。一息つけるぜ。ゴブリンが突っ込んできた。メイジ先輩じゃなくてスケルトンだよね。よし、これも飛んで火にいるですね。8かな9かな。数えてないのかいという。9で10ぐらいですかね、ぐらい。精度落ちてきてる。11。あ、いいね、スケルトンに集中してくれて。一体やられた。で、ナイトが12。おお、そっちに行ったか。うちのナイトには誰も突っ込んできてくれない。レベル上がらないじゃないか。あー、撃ち落とされる。13。それは痛い。14。グリフォンが戻ってきた。あ、グリフォン逆に返り撃ち。グリフォンつらいね、イエローの。おっと、海にジャイアントが突っ込んできた。15か。大体だけどね。ナイト対、あー、これいじめられたな。16。うわー、めっちゃやられた。おい、ナイト3つもレベル上がった。マジか。あ、クラウンリザードマンがやられる。やめてくれ。ぐわー、これはショックだ。もう数えられない。イエローを数えんのはまた今度でいいだろう。クラウンリザードマンやられた。マジか。海を守れないね、リザードマン。おいおい、最前線でゴーレム作んない。うわ、3体もできた。マジか。イエロー乗ってる。あ、そっちに動かしてくれてよかった。さあ、生産フェーズで。さ、全然32にはいってないね、イエロー。それだけ分かればいいや。グリーンはちょっと真面目に数えましょうね。これだってめっちゃ生産できるもんね。あ、なんか作った、なんか作った。ケルベロス作った。マジか、ケルベロス生まれたよ。うわー、戦力の補強がすごいよな、1ターンで。さあ、グリーンですね。グリーン、レッドは最大部隊です。さあ、グリーン数えよう。ゴーレム1倒した。もう終わった国の倒された数数えてないからね。2。まあ、刻一刻とね、舞台数変わるから。あ、明治先輩に突っ込んでいった。うわー、レベル上がっちゃうじゃん。あ、プラスチェンジしたんじゃないの。してないのか、まだか。レベル7か8ぐらいか。4。5。いやー、敵のターンからだけど楽しいね、キングオブキングス。6。
7。8。あ、ゴブリンのエルフ退治が始まってる。9。10。あ、ハッピー強い、怒ってるから。で、エルフ悲しんでるから弱い。11。12。でも主力がなんかゴブリン、ハーピー、エルフなんだよね、グリーンね。舞台的に弱いんだよな。13 14。あ、14で生産フェーズ少ないね。これはもう新兵ばっかりになってきてるな、グリーン。だ、生産フェーズ前の数でいうと14か15ぐらいなんだよね。イエローは多分20ぐらいか。レッドがすごいキープしてるよね。やっぱレッドがこの大陸を仕切ってるな今、舞台数でいうとね。ちなみに私ブルーは24でございます。まあ、レッドの次に多い感じですかね、舞台数。イエローはすぐにね、大量生産する資金力あるけど、グリーンもしかり。怖いのが、そのレッドが最大部隊数を維持して資金を貯めて、なんかドラゴン族とかね、召喚するパターンになるとさらにまたね、厄介になりますけどね。さあ、私資金8しかなかったけど、あ、578、ちょっと貯金しましょうね。貯金に入りたい。最後、南の部隊、ジャイアントにみんな突っ込んできましたが、これ人んちの町だから回復できないんだよね。ちょっと戦力不足、これだいぶ寄ってきてるけど、どうするかだよね。ここでもう一丁スケルトン作りたいな。無理せず戦い続けたいよね、ここで。なかなか町取れないけど。ということで3連続ネクロ、さすがに作れないかな。ちょっと休まないと、メイジ先輩も。そこは先輩なので。どうだ、6体いきました。優秀だね。ここ壁作ろうか。いけんじゃないリザードマン退治1体でも倒せ。あ、負けちゃったやめとこう戦うの。これどっちかな。微妙だね。上にするかだよね。こっちにするか。待機、こっちも弓ファイターなんだよね。そんなにはって感じ。いや、ちょっとでもダメージ受けたら一回退却しようか。これレッドがこの町取っちゃうよね。それもちょっと尺だけど。あ、やられかけてるやつ倒したいけどな。こっちの命が一旦でもう失われるからね。顔を言わするのはやめよう、こっちのチームは。一回回復に戻ります。どうしようかな、町には入れないしな。ここでちょっと踏ん張って戦おうか、ジャイアント。こいつを倒す。おー、素晴らしい。あ、しかも墓ができた。あ、これで占領できる町取っちゃえ町。てってれー。で、ここも取りに行きたいから
これ海渡るか。1ターン2ターン3ターンかかるけど、よし海渡ります。ここ多分行けると思うんだよね、浅瀬なんで。オッケー、よく頑張ってますね南の部隊。さあそして北伐部隊スケルトン、後ろの町を奪うっていう、もうジャイアントに後方を包囲しました。さあややこしいことになってるよこれ。ウィボンとミン先輩バルでいくか。87バル、本日最初のバル87、レベル上がらず53、まあまあこんなもんか。でこれ文句なんだけど、ゴーレムをここで作りたい、頑張って。レーム、どうだ見習い文句。おお2体も作れた、素晴らしいじゃないか。上出来上出来、待機でいいよ。で回復途中だから、うわそうさら、こんなことしたら絶対無理だよね。うーん、ないと相手にしてやろうかな。これこいつレベル4、こっちの方が弱いのか。くそ、どうする。これスケルトン作る、ここにスケルトン作って時間稼ぎ的なことをするか。ちょっと戦力的にね厳しいから。ネクロ一体でもいいから作ってくれ。どうだ生まれた。あ上出来上出来、4体、オッケー。でジャイアント、ジャイアント復活、オッケー。ジャイアント東にやるかな、ここフォロー役。ないと襲ってくるよね多分、間違いなく。もう一丁ゴーレム作りたいな、回復途中だから。ゴーレム無料で作るユニット、ユニットたち一体作れるか。無理か。あ何も生まれずか。そらそうだよね、文句半分しかないもんな、そんなに甘くないか。オッケー、ないと深追いしない方がいいよなこれ。待ち構えるか。敵がこうないとこう突っ込んできてくれたら一回では死なないと思うんだよね。後方に下がりながら戦おうか。ここでね、来るなら来やがれ。そしてお金は貯金。さあ北伐部隊、こいつグリフォンをこいつ当てたよね。レベル5グリフォンでちょっと甘くないっていうところを見せてやろう。この怖いなこのケルベロス甘くないっていうところを見せてやろう。よっしゃー、3体倒した、生きて返さんぞこのナイト。そう簡単に成長はさせませんよ。さあそしてハープにダメージ受けました。退却。でここエルフ残り3体か。食料がない。ジャイアント、これ敵のジャイアント。いけるっしょ、ジャイアント。倒しちゃってください。オッケー。うちのスケルトンどこ行ったんだと思ったら寝てるじゃないかびっくりした寝転んでたよ
で、エルフ。エルフ森に入って、防衛ラインを引く。そして、満を持してね、ファイター。ファイター逃げろ。クラウンファイターで、このエルフとか行かないように、この辺かな。ここで、ここね、制空権得るためにここにはグリフォンは常に一体いた方がいいな。回り込まれないように。オッケー。はい、ということで以上かな。終了。さあ、北と南で町を2つずつぐらい奪いたいですよね、で、その資金でまたね、さらに強いユニットを作っていきたい。皆さん、私は次は何を作ると思いますか？あれを作りたいと思ってるんだよね。さあ、最大部隊数の32部隊いるレッドね。ただいろんなところで戦ってる割にはなんか利益がないっていうかね。6つの大都市ね、このヨークとかのところ、マンチェスターの東ね、ヨーク、この大都市の、このマップでは大都市のところを6つとも取ればね、レッドもすごいと思うんだけど。あ、ゾンビと戦ってるな。さあ、うちのジャイアント1体でもやられないように頑張ってくれ。スケルトン3体で壁ね、作ってるから。あ、1体やられた。あ、うちのスケルトンじゃないとこだ。グリーンのレッドスケルトンだった。よかった。さあ、グリーンとの戦いが激しいだろうから、こっちに咲かなくてもいいよ、そんなに戦力を。OK、スケルトンノーダメージ。うわ、エルフが5体ぐらいいるのか今、グリーンね、すごいね、エルフ5体すごい、ゴレンジャーじゃん、エルフ5レンジャー。もうゴブリン連れてきたらウハウハだね。意外にゴブリンいないのか。作るかもね、レッドこのターン。まあでも戦死者がいないと逆に作れないから、最大部隊数だから。あ、一体やられた、うちのスケルトン。また作るけどな。さあ、明治先輩どこで動くかだよね。初代の明治先輩が2代目と。おお、ジャイアント囲まれてるよね、多勢に無勢。やるな、ジャイアント。ジャイアント最強だよね、このメンバーだったら。まあ、森とか山に入れば最強でしょうね。さあ、生産フェーズ結構やられてるんだね。ファイターをまた2体。簡単にスケルトンの壁は崩れないよ、ソーサラーとか連れてこないと。ノーダメージ。ゴブリン来た、ゴブリンは東へ。リザードマン来た。相手のファイターが多いからか。リザードマンはもうね、そういうコヨーテのような、コヨーテ。なんかこう抜け目なく自分より格下のやつには強いからね、リザードマン。もうリザードマンのダブル、結構数減ってるよね、レッドも。マイターン、リザードマントリプル来た。お金あるね。最前線にリザードマン、お、ゾンビ倒して、
だ空いてる。生産数が多いよね。結構多い戦死者いるんだね。間違いなく32部隊っていうね。そしてイエローは3000貸し金やるな。ワイバーン作れるじゃん、2400の。お、そうしたら結構レベル上がってるね。明治先輩の本、あ、ネクロ、これはたくさん出るんじゃない。あ、そうでもないね、失敗だね。3体、それは残念でした。明治先輩、でも周りにバルする、もう墓だらけじゃん、すごいな。イエローの明治先輩の周りに墓3つもある。すごいな。おっと、うちのスケルトンに来たよ、ゴブリンが。反応したね。わあ、ハッピー、そこまで飛んでも意味ないと思うな。あ、とどめさしに行ったんだ、それだけのために。北の隠密部隊、もう隠密じゃなくなったね、見つかっちゃったね、我が軍のね、イエローに見つかっちゃった。そうなるとこの守備部隊も進軍して、ちょっと北の部隊をフォローしないといけないな。敵の主力部隊を叩きたい。ど真ん中に明治先輩入れてバロしたいよな。スケルトン一体やられた。あー、みんなスケルトンに寄ってきたね、町の上に乗ってるから。やっぱそれは反応するんだね、町の上に乗ると。確かに本陣に近いもんね。さあ、南下するつもりのこのイエロー部隊、結構南下してきたね。レッドがイエローに戦力を割けなくなってきたんだね。あ、ケルベロス来た。ケルベロスもスケルトンの方に来た。あ、ケルベロスを1体倒した、マジか。スケルトン強え。ケルベロス弱え。そんなことあるんだ。あ、うちのスケルトンもうあと残り1体になった。明治先輩に補充してまた作ってもらおうか。でもゴーレムもできたからどうするかだよね。お、全軍と言っていいほど北に割いたね。これは中央の明治先輩も動いて、ちょっと敵をさらに攪乱させるぞ。行こう、行こうじゃないか。ユンクしてるのか。ユンクでもなんか経験値得られるらしいんでね。明治先輩食料なかったんだよな。でも町に戻る1ターン2ターン2ターンがもったいないんだよね、明治先輩忙しいから。お、生産フェーズはほぼほぼなんだ、なしだったのか。イエローは、あ、グリーンの資金が少ないね、1800。私が町1個取ったっていうのもあるからね。最後ね、町の数数えてみましょう。ゴブリン対エルフはエルフ、ゴブリンの勝ちだよね。ギリギリのとこで戦ってるよな、グリーン。あのエルフゴレンジャーどうするつもりなんだろう。もう周りゴブリンしかいないけど、ハーピーいないけど。そうなるとね、役割がなくなっちゃうんだよね。エルフゴレンジャー、ゴレンジャーどころか6人いるもんね。これまあリザードマンとか戦うしかないよね。でもそんなに勝てないと思うけどな。
逆にハーピーの方が活躍できるね、今だと。グリーンはあ、ジャイアントに向かっていったが、レベルの高いエルフだとね、ジャイアントを倒せる。お、一体倒した、倒せるんだよね、いったねエルフターゲット、おお、また倒した、すごいね。お、結構戦果いいね、このターンのグリーン。エルフがガンガンいってるから、ジャイアント3体目まさか倒す、倒した、すごいエルフ部隊ノルマがジャイアント1体なの、すげえな。でも相変わらず リザードマンには勝てない。リザードマン、あ、レベル5まで上がってる。倒しに行ったジャイアント、おお、ゴブリンがジャイアントを倒、散々だったね、あのジャイアント、お疲れさん。こっちもジャイアント、グリーンもジャイアントとか作ればいいのにね。あとゴブリン、ハーピーエルフを大量に作るのか補充するのかな。お、リザードマン来たリザードマン流行ってますね、お互い双方でね。お、リザードマン倒すのはリザードマンね。で、ファイター補充か。あー、リザードマン。北にファイター送り込まないのかな、グリーンはね。結構あの 6都市が一番重要なんだけど、手薄になってきたよね。もうあの、城と、お互いの城の中間で、なんかもう相撲の押し合いみたいになってるよね。さあ資金1300か、まだ貯金したいな、ターン22ということで、今回はここで区切りたいと思います。状況を見ておきましょう。私が町1つ増やして12、敵は倍して12、20、26、16、グリーンに追いつくにはあと2つぐらい、2つ3つ町取らないといけないですね。貯金したいと思います。それではまた、さよなら。